汁そばを日本人向けに改良したものを原料に、戦後さまざまなアレンジが加えられた麺に、麺に歯応えを求める日本の食文化において、その乾水を用いたコシの強い麺は人々の心を捉えて離さず長く愛され続けている。お腹